コンゴーニャス空港は、ブラジルのサンパウロ市内にある空港。サンパウロの IATA 都市コードは SAO であるが、IATA 空港コードは CGH を使用している。なお、コンゴーニャス国際空港の名でも知られているが、東空港は2008年に国際空港ではなくなっており、空港運営者インフレロは公式サイト内で、空港名をサンパウロ、 コンゴーニャス空港に変更したと述べているが、こちらの空港サイトでは、コンゴーニャス空港と表記されている。日本語では、サンパウロ、コンゴーニャス空港よりも、コンゴーニャス空港の方が多用されている。ブラジル最大の都市であるサンパウロの市内にあり、市内中心部からのアクセスが良好なこともあり、開港当時より現在に至るまでサンパウロの主要空港の一つとして、 第2の都市であるリオデジャネイロやブラジリア、ベロオリゾンテなどブラジル各地への国内路線が多数運行されている。特にリオデジャネイロ市内中心部にあるサントスデュモン空港との間には複数の航空会社によりポンチャエレアと呼ばれる世界有数の便数と旅客数を持つシャトル便が運行されている。このため2005年には 年間1714万7628人の乗降者数を数えるなど、サンパウロの基幹空港の一つ、かつ、ブラジル国内のみならず、南アメリカでも有数の規模の乗降客を誇る空港となっている。また、その混雑ぶりから、南半球で最も混雑した空港との異名をとる。開港当初から国内線と、 近距離国際線の両方が運行されており、1960年にビラコッポス国際空港が、さらに1985年にグアルーリオス国際空港がオープンして、以降も内外の複数の航空会社により、ブエノスアイレスやアッスンシオン、ラパスなどへの近距離国際線が運行されていたが、現在は運行されていない。また現在は、 安全上の観点からボーイング737やエアバス A320 のような座席数150席程度のナルオボディ機以上の大きさの機材の発着はできない。1950年代初期トランス、ブラジル航空のボーイング727型機やバスプ航空のボーイング737型機が中期している旅客ターミナルビル中心部混雑する。 空港サンパウロ市内中心部から8キロのカンポベロ地区の住宅地の真ん中に1919年に飛行機の離着陸場として整備され1936年に空港として本格的に運用されるようになった。また拠点多く航空会社の本社や整備用ハンガー、駐車場なども建設されたその後1940年代後半の 第二次世界大戦後の航空需要の急増や、ダグラス DC-4 やダグラス DC-6、ロッキード・コンステレーションなどによる、リアル航空やアリタリア航空、エール・フランス航空やルフトハンザ航空などの、大型機材の乗り入れを受けて、滑走路の延長や国内、国際線、ターミナルビルの増築が行われた。だが1950年代後半に入り、 バリグブラジル航空やアリタリア航空、エールフランス航空やブラニフ航空などがボーイング707やダグラス TC-8、コンベア CV880 などの大型ジェット旅客機を導入した。しかしすでに周りが住宅地になってしまったために滑走路の延長ができず、これらの大型ジェット旅客機で乗り入れた航空会社は1960年代にかけてやむなく、 ビラコッポス国際空港に乗り入れ空港を移転した。またこの頃、バリグブラジル航空やクルゼイロ航空などにより、リオデジャネイロのサントスデュモン空港との間に、シャトルビン、ポンチャエラーが就航したことで、利用客が急増し、国内線、ターミナルビルの再度の増改築が行われた。しかしボーディングブリッジの整備は行われなかった。さらにシュドカラベルやボーイング BAC1 から11などのジェット機が就航したことで滑走路のさらなる延長の必要が出たことを受けてやむなく現在の長さに滑走路の延長がなされた滑走路の延長や新滑走路の追加は周辺環境上不可能であるために1970年代後半からは1便あたりの搭乗者数の増加を見込んでクルゼーロ航空やバスプ航空などにより ワイドボディ機のエアバス A300 の乗り入れが開始されたが、2000年代になって乗り入れ禁止となった。その後も様々な改修工事が行われ、2004年8月にはターミナルの大幅改修工事が完了し、ターミナルの増床が行われボーディングブリッジが本格的に整備されたほか、慢性的に不足していた駐車場の増床もなされ3300台が駐車できるようになった。 また、アルゼンチンやウルグアイ、パラグアイやボリビアなどへの近距離国際線の発着が停止されたことから、出入国管理関連の施設が廃止された。相次ぐ空港隣接地にまで被害を及ぼす事故により、ボーイング737シリーズや、エアバス A320 シリーズなどの中型ジェット機の発着禁止措置の早期施行のみならず、 立地条件上これ以上の拡張工事は期待できない空港自体の廃止を唱える意見も再び紛失してきていた。しかし2014年にサンパウロでも開催された FIFA ワールドカップや2016年にリオデジャネイロで開催された夏季オリンピックの開催に伴いサンパウロ市内外の空港利用客が増加することが予想されたため 近年中の空港廃止の予定はなくなった。また、ターミナルのみならず、空港内の各種設備の老朽化が進んでいることや、市内電車とのアクセスの整備の計画があることなどから、改修工事は現在も段階的に行われている。滑走道端混雑する出発カウンター空港周辺の航空写真滑走路先で炎上するタム航空3054便。 もともとレシプロ機の発着を前提として1930年代に建設され、その後ジェット機の普及を受けて1960年代と1970年代に相次いで拡張された、この空港の2本の滑走路は1940メートルと1435メートルである。これは今日の大型ジェット旅客機が離着陸に必要とされている2500メートルはおろか。 中型ジェット旅客機が離着陸に必要とされている2000メートルにも満たない。航空業界では、ネパールの天神ヒラリー空港、ポルトガルのマデーラ空港などと並んで、世界一危険な空港として、パイロットなどから認知されており、その地形などからも空母とあだなされている。しかも、航空写真のように30から40回以上の高層アパートを含む、 住宅地の中に取り残された陸の孤島のような、この空港は滑走道端を複数の幹線道路が走っていることもあり、退避ゾーンになるようなスペースの余裕がほとんどない上に、滑走路の片側が崖になっていることもありこれ以上、退避ゾーンを作る余裕もない。このため過去には、オーバーラン事故や周辺地への墜落事故が数回、発生している。安全性の観点から、 離着陸滑走距離が2000メートルギリギリにもかかわらず、乗り入れされていた、ワイドボディ機のエアバス A300 の乗り入れが2000年代に禁止され、その後も数度にわたりボーイング737や、エアバス A320 などの中型ジェット機の発着禁止が議論されてきたものの、利便性を優先するためもありこうした問題は、今日まで先送りのままとなっている。また、 旅客ターミナルや駐機場の横方向への増築のみならず完全な建て替えも事実上不可能であり、旅客及び荷物の処理能力も限界に近いという指摘がある。そうした中、1996年10月31日にリオデジャネイロに向けて離陸したタム航空402便が離陸直後に逆噴射装置が故障し空港から2キロの住宅地に墜落し、 乗客乗員95人と地上の4人が死亡した。さらに2007年7月17日に、ブラジル南部ポルトアレグレ発のタム航空3054便がオーバーランして滑走路先の同社の貨物施設とガソリンスタンドに激突、炎上するという事故が発生した。エアバス機の事故の原因は、パイロットの不適切な逆噴射装置の操作とされているが、 一部報道では滑走路の水はけの悪さによるハイドロプレーニング現象で機体がスリップしたことが原因の一つであるという指摘もある。なお、エアバス A320 型機の事故は乗客乗員186人全員と地上の13人の死亡が確認されており、ブラジル航空史上最悪の事故となった。蒸気のように、 敷地をこれ以上広げることができないためにただでさえ、中期エリアが狭い上に2005年に運行を停止したものの、その後法廷闘争に入り、資産の保全が求められたために売却や廃棄処分ができないままとなっているバスプ航空のボーイング737型機やエアバス A300 型機が整備地域の中期エリアに10機ほど放置されたままになっていた。しかしその後、 2014年に開催される FIFA フフワールドカップ開催や2016年にリオデジャネイロで開催される夏季オリンピックの開催までにこれらの放置機材を処分することが必要であると言われていたことを受け2013年に解体と撤去が行われた。グアルウリオス国際空港サンパウロはブラジル最大の都市であるにもかかわらず上記のように コンゴーニャス国際空港は滑走路が短いため、1960年代以降の長距離国際線の主力機材であった、ボーイング707やダグラス DC-8、そして1970年代に登場した、ボーイング747や、マクドネルダグラス DC-10 などの離着陸に2000メートル以上の滑走路長を要する、大型機材の就航が不可能な上、市街地にあり、 滑走路の延長など空港の規模拡張が困難であった。その上に長距離国際線にも対応する本格的な国際空港が市内より100キロ近く離れたカンピーナス市にあるビラコッポス国際空港しかなく、サンパウロから海外へ向かう多くの乗客は2時間近くかけてコンゴウニャス空港よりバスでビラコッポス国際空港に行くか。 コンゴーニャス空港で出国手続きを終えた後に、リオデジャネイロのガレオン国際空港で国際線に乗り継いでおり、その利便性の低さが問題視されていた。このため、1960年代から市外近郊への新空港建設の必要性が叫ばれていた。その後、1970年代に入り、新空港をサンパウロ市北東部のグアルーリョス市にある、 ブラジル空軍基地を拡張して建設することに決まり、その後1985年1月20日にグアルーリオス国際空港が開港した。その後、コンゴーニャス空港への国際線の乗り入れが停止されたこともあり、現在はシャトルビンを中心とした国内線はコンゴーニャス空港国際線とシャトルビン以外の国内線はグアルーリオス国際空港国内 国際貨物便と格安航空会社は、ビラコッポス国際空港を使用することが多い。ターミナル中心部出発エリアのカウンター周辺市内中心部と近いことから、タクシーや自家用車でのアクセスのほか、サンパウロ市内の主なホテルやバスターミナル、鉄道駅及び地下鉄駅との間には、定期バスが高頻度で運行されている。なお、市内バスでの行き先にある、 エローポート業はこの空港を指す。また、グアルーリオス国際空港やビラコッポス国際空港との間にも、リムジンバスや各航空会社運航によるシャトルバスが運行されている。タム航空のエアバス A319 型、キクルゼーロ航空のボーイング737型、キバリグブラジル航空のロッキード L-188 型機。ありがとうございます。